こんにちは。こんにちは。コストコラジオです。コストコラジオ始まりました。はい、今日はですねコストコに行ってきて、あ、フードコートでですね美味しいあれをね、この先見つけちゃったね。ご注意ください。あれ新しくなったソフトクリームを食べてきました。そう、新しくなったチェリーソフトクリーム。あれチェリーだったっけ。あれ違うっけ。パイナップル。わお、パイナップル。さっき食べたばっかだよね。本当はちょっと記憶が朦朧としてた。そうだったね、パイナップルだったね。あれ色味はねレモンみたいだったね。そうだね、比較的何かっていうのを見ただけだとわからないね。わかんなかった、淡かったからさ、去年のさこの時期にチーズソフトがさ、うんうんうん、確かあったからチーズソフト帰ってきたんかなって遠目で思ってたら、うん、実はあれパイナップルみたいな感じ、うん、レモンみたいにも見えるし、チーズみたいにも見えるし、マンゴーと言われれば、まあ、マンゴーにも見えなくもない。マンゴー果汁 1% みたいな感じ、ね、ちょっと薄いか。でも結構さ、まあ、どんな味なんやろうって思って、なんかちょっと外れなのか当たりなのか読み切れないままさ、うん、とりあえずちょっとでも怖くてさ、まずは無難なミックスで攻めたね。そうだね、ミックスを買いました。ミックスパイナップルソフトは、パイン一色、パインだけのもあるんですが、でも大体いつもソフトクリームミックス買うもんね。そうだね、単品って言ったの何かな。チョコレート、チョコ、チョコは単品だった。だよね、もうチョコも、うん、そう、大体その後はミックスで、新作の味とバニラのミックスになってるソフトクリームを買ってます。今回もパインとバニラのミックスのソフトクリームを買ってきました。やっぱコストコのソフトモリモリしてたね。うん、モリモリしてるし、さらにすぐ溶けるっていうさ。そう、巻いてくれるお姉さんによって大きさが違うのもなんか愛しいところだよね。ね、なんかさ、オープンチャットとか見てたらさ、うん、で中身が空洞でしたって泣いてた人がいてさ、うんうん、うちの倉庫はいつもみちみちですよみたいな、240円のさパイナップル、うん、なんかね、240円がどっちに合わせられてるのかさ、うん、なんかそこのちょっと差があるところもコストコの素敵なところかなと思ったり、ね、倉庫店のカラーがねやっぱ楽しいよね。そう、うんうん、今日は結構大きめのしっかりしたソフトクリームで、しっかりしてた、高く積んでくれたね。うん、味はさっぱり、さっぱり爽やかな酸味、うん、思った以上にさっぱりしてて、うん、食べやすかったかもしれない、うん、イメージパイン飴、パイン飴。あとあれみちょのパイナップル味とか、あーそうだね、をミルクで割って爽やかまろやかにしましたみたいな感じかな。うんうんうん、でも食べやすい、うん、さっぱりしてたね、うん、夏にいいねっていう、夏にいいフルーツソフトな感じ、うん、うんうん、持ち帰るのが今の時期は大変なので気をつけながら、フードコートのいつもまだ帰ってこないしね。そうだね、店内では食べるのが禁止なので上まで持って帰って、うん、車でだから食べてる人がちょっと増えてるよね。ね、それまでに溶けちゃうっていう、そう、このジレンマ。ちょっと早歩きで、ね、気持ちだけみんなカートでちょっともう舐めてるよね、垂れてきちゃうから、うんうんうん、いやソフトクリームだけねちょっと涼しめの日に買ってみたりするといいかもしれないです、うん、ね、美味しい。ビスクと一緒に、あ、ビスク、ビスクもさ、そうそう、もしかしたら変わるかもしれないね、うん、去年もさ8月ぐらいまでは確かビスクで、その後クラムチャウダーに戻った気がするから、うんうん、もしかしたらビスクもそろそろ終わるんじゃないか説を自分の中で持ってたり、ね、持ってなかったり。夏がビスクでまた冬に近づくとクラムチャウダーに戻るイメージだよね、うん、ね、今年はどうだろう、また予想を裏切った感じに
なるのか。ならないのか。なんか全然違うミネストローネとか出てきたり。ああそうだね。何が来るかな。次のスープも楽しみ。なんかスープとなったらね、いろいろあるし、バリエーションで言ったら IKEA のさ、フードコートのスープバーってすごい。スープバーではないけど、スープっていつもさ、ね、3種類ぐらいあるからさ、ちょっとフードコートのスープについてはちょっと俺的には IKEA 派？ IKEA 派かも。ほんと、うん、私トマトビスクが死ぬほど好きだから、あコストコのトマトビスク、結構さ、あのビスク持って帰ってさ、パスタと和えてさ、美味しいよ。パスタにさ、和えてる人とか、アレンジ美味しいよ。ああハマっちゃってる。IKEA も美味しいけどね、ちょっと IKEA のレポートとかもしたら面白そうだね。そうだね、また次回スープ比べを。あれば、ソフトクリームもちょっとカラーが違ったりするからね。そうだね、比べてみたいなと思います。はい、という感じで今回はフードコート新アイテムのパイナップルソフトクリームをですね、ご紹介させていただきました。この動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。